吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。現在この半蔵門線、この東急からメトロ線に入ったところですが、この半蔵門線の水天宮駅にあります、三越の近くです。そしたら今この排水溝からちょうど水滴といいますか水の流れの音がしてますので、それを撮影しております。ちょうどこの中から聞こえてきます。手前も流れる音がしますので、おそらくこの網の中の音だろうと思います。手前も右側部分はだいぶ水が流れている様子が分かります。私この音が出るほどの勢いというのはこの網の中だろうと思います。ちょうど中央に線路がありまして、こちらは押上方面になります。東武線方向になります。ずっとこちらの方に線が続きます。ちょうど先ほど電車が走っていたばっかりです。そして最後にこの排水溝を終わります。2月29号吹き抜きが参ります。発電口の上